NEC ウィズダムスクエア、毎週水曜日のこの時間にお送りします。毎回ゲストをお招きしてビジネスに役立つ次の一手を探っていきます。今月のゲストは早稲田大学ビジネススクール准教授の入山明恵さんです。気鋭の経営学者から学ぶ世界最先端の経営学というテーマでお話を伺っています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今週のテーマはブレストのアイデア出しは実は効率が悪い、うん、です。ブレストってね、何人か集まって、はい、とにかくまあアイデア出していこうみたいな、はい、互いの批判はせずにとにかくまあポストイットベンベン貼っておこうみたいな、ね、はいはい、あの場所のことですよね。そうです、おっしゃる通りです、はい、あれ効率悪いんですか。悪いですね。悪い、で、あの実はもうこれ経営学の世界では非常に当たり前に言われていることでして、はい、ブレスト明らかに効率が悪いです。どうしてですか。本当にブレストってアイデアいっぱい出せるのか、あるいは質の高いアイデア出せるのかっていうのは実は大量の研究あるんですね、はいはい、でもほぼ学者のコンセンサスとして、はい、ブレストっていうのはあの効率的ではないということが分かっています。で、あの実際具体的にどういうことをやるかっていうと、例えば5人集まってもらって5人でまあ、ブレストやってもらうと。で、その出てきたアイデアの数とか質を評価するわけですね。で、一方でその5人にバラバラになってもらって、それぞれバラバラで考えたアイデアの量とか質を後で足し合わせる。おうおうおう。で、どっちがより多くの質の高いアイデアを出せるかっていうと、これはもう間違いなく後者だと。おう。いうことがもう分かってます。なんかやったーって感じがしますね。そうです。個人プレイが好きになったりすると。やっぱりな、みたいな。うん、よっしゃ、みたいな。そうだと思ってたっていう。でもどうしてそうなんですか？これですね、大きく言うと2つの理由があるって経営学では言われてまして、はい、で、1つは、あの、まあ、難しい言葉も、あの、省いて言うと、はっきり言うともう他人への気兼ねなんですよね。なんだかんだ言って、やっぱ人間って、こんなこと言ったら相手にバカにされるんじゃないかとか、ね、ちょっとあの、ね、恥ずかしくないかなって、うん、どうしてもやっぱりそういう心理が働きますんで、はいはい、そうなんです。っていうのが1点です。でもう1点は、あのブレストってあのやっぱりなんだかんだ言って、あの自分が喋ってないときは人の言ってることを聞かなきゃいけないわけです。まあそうですね。と聞いてる間は人間の脳みその中でもやっぱり聞く方に集中しなきゃいけない。そうですね、と考えられなくなる、はい、うんうん、ですから結果的に考える時間がトータルの効率で減っちゃうわけですね。はいはいはい。そっか、ブレストは今阻害要因がむしろあるんですね。はい、へー。でこのあたりはもうプロダクティビロスって言ってですね、大量の実験の結果からもう分かってる。あ、そうだったな。ことなんです。でもみんなブレスト好きですよね。そうなんです。それが面白いところで、例えばそのいわゆる欧米で最先端のイノベーション企業とか組織って言われているところがブレストやってないかっていうと、実は全然そんなことなくてですね、やってる、やってるんですやっぱり、はいはい、で例えば私がよく知ってるのは、世界で一番、まあ、有名なデザインファームと言われているアイデオっていう会社ありますね。有名、シリコンバレーに拠点があって、最近また東京にも進出してますけど、うん、でアイデオっていうのは今世界で一番イノベーティブな会社って言われてるぐらい、いろんなイノベーティブなアイデアを出すデザインファームなんですが、そこもブレストをものすごく大事にしてるんですね。へー。で、じゃあただ彼ら何のためにブレストをやってるかっていうと、アイデアでも実はブレストはアイデアを出すためにやってるんじゃないんですよ。目的が違う。目的違うんです。で、アイデアってデザインファームなんで、あるデザイナーはおもちゃをやってるかもしれないけど、別のデザイナーは例えば病院のベッドのデザインとかやってたりするんです。で、そのバラバラのことをやってるデザイナーが集まってブレストをやることで、あいつは今おもちゃのデザイン詳しいんだなとか、うん、あいつは自転車のああいう技術のデザインなら詳しいんだなっていうことが分かるので、うん、例えばそのブレストが終わった後で、はい、自分で一人になって考えた時に、あ、そういえばさっきのあの自転車の考え使えるかもしれないから、だったらあいつに聞いてみようってなってそこに行けるわけですよ。ですからブレストってアイデアを出すためというよりは、まあ、もちろんそれもあるんですけど、はい、組織の記憶力を高めるためにあるんです、うんうんうん、はいはい、これがすごい整理しやすいです、それは、はい、うん、でまず一つ気をつけなきゃいけないのが、うん、まず心構えの問題なんですけど、はい、今までの話していると、まずブレストに関してあのアイデアを出ないってことを恐れないってことがまず決定的に重要だってことですね、はいはい、あの先ほど申し上げているようにブレストそもそもアイデア出にくいわけですね、うん、ですからよくそのブレストをやって、あ、今日いいアイデア俺な言えなかったとか、アイデアよくいいの出なかったねってがっかりする必要はなくて、それはあくまであのトランザクティブメモリーを高めるためのブレストだと考えればいいと、はいはい、でさらに重要なのは、なるべくプロジェクトの初期段階にブレストをやって、風の顔を見合わせる機会をいっぱい作って、うん、でそこでトランザクティブメモリーを高めること、うん、そして一番これが私大事なポイントだと思ってるんですけど、ブレストだけで終わったら意味がないんですね、うん、つまりトランザクティブメモリーを、あいつはこういうことを知ってるんだっていうことを知るためにやるわけですから、例えば繰り返し人を入れ替えながら繰り返しやったりとか、うん、それかそのブレストが終わった後で、あ、こういう時に
こういうことがあったからあいつのところに聞こうっていうような交流を続けること、そちらの方がよっぽど重要だってことです。でもう一点ですね、これ経営学って心理学でよく言われてるんですけど、とはいえブレストってアイデア出したいよねっていう時に大事なのは、人の話をいきなり聞いちゃったりすると脳みそがそっちに行っちゃうんで、いいアイデアが自分に出てこなくなるんですね。ですので心理学の方でたまに言われているのは、ブレストを始める前に1分間か2分間沈黙するんです。へえ。全員沈黙すると、その沈黙する間に今日のブレストでどういうことを話そうかとか、どういうことをテーマで期待しようかっていうことをみんなが深く考えるので、その後でやった方がアイデアを出すにしてもブレストは効率がいいって言われてます。へー、すごいなんか黙祷感ありますよね。そうですね、黙るのがブレストで怖いから、みんな最初に黙っとくと。そうなんですよ、だからみんなブレスト、シーンとなって、いきなりシーンとするのみんな怖いんですよ、ブレストって。だからいきなりみんな喋り出しちゃって、でも喋り出しちゃうと結局相手の言うことを聞かなきゃいけないから、結局効率悪いんですね。それよりは2分間でもいいからじっと考える、その後から喋ると実は質のいいブレストができると。木工みたいな、はい、いうことは、これ経営学という心理学で言われてますね。じゃあ議長みたいな人がじゃあまず2分間ほど、今日の会議で語ることを整理しといて、頭の中で用意スタートピンみたいな、感じでいい。そういうことだと思います。はあ、なるほど。それだけでだいぶ違うみたいですね。随分今の現場の常識と経営学から分かっているものって本当にズレがあるんですね。全然かけ離れてますね。はい、